点勝ちです。そして今日のイチローなんですが3打数1安打、打率が3割1分4厘です。千葉マリンスタジアムは投げ合いになっています。投手戦です。ロッテがヒルマン、近鉄が坂井、0対0、両チーム得点入っていません。以上です。はい、さあ東京ドーム氏はすでにマウンドを降りました。打率は3割飛んで3厘、ホームラン11本。4月はなかなかスタートダッシュかけられませんでした。しかしじりじりっと調子を上げて現在3割に乗せているこの江藤。川村さん、はい、この江藤のタイムリーにしても先ほどの正田のヒットにしても決していい当たりではないんですが、歩道のランナーを迎え入れています。三遊間、河合です。ステップを踏んで一塁へ。それで7番の金本君のホームランというものが非常にその広島の勝ちにつながるホームランというんですか、それ1枚加わることによってこれだけその打線の厚み、この雰囲気を例えばネクストバッターズサークルにロペスは、前田がいない時のカープはいいチーム、グッドチームだと、ただ前田がいる時はグレートチーム、偉大なチームになると、そういうふうに一言で表現しています。クリーンアップの3人がですね、すごくお互いに意識し合う、いい意味でですね、負けられないという意識があると思うんですよ、はい、それがクリーンアップのつながりになっていると思うんです。よく見られます、ここから戻そうということに気づいて、実は3試合連続の猛打賞を先日発生してました。その自分が調子悪い状態でもすぐに気づくあたりがこの金本らしいですね。それと手本と言いますか、そうですね、そういうやっぱバッターがチーム内にいるんですよね、このスイング見ても、はい、広島のバッターの下半身の強さというのが感じるんですよね。ですから広島の野球見てますと、はい、野球というのは投げたり打ったり守ったりするのは、全てやはり下半身が基本なんだよということをね、改めてその教えてくれるような野球を見せてくれますね、はい、時間なんでしょうが、それが積み重なっていくと1年大きいでしょうね。思いますね、カウントはノースリー、牽制どうだ、ボールがこぼれている、ここでまたジャイアンツに痛いミスが出ました。牽制か、ワンアウトランナー三塁というジャイアンツには厳しい局面になりました。ノースリー、尾形がこれフォアボール、そうすると対応も出るのか出ないのか、一、はい、人のバッターで僕は今日変わってくると思うんですね、はい、出した、内野は前進守備を取りました。ジャイアンツ選手の姿が大きく見えます。ワンツー気がするんですよ。そうですか、ですからバッターとしたらボールの見極めはしやすいんじゃないでしょうかね、今日の西山君は、はい、先ほどのジャイアンツとは逆の形です。空振りの三振、一つグラブを叩いた西山、この紀藤が元木に対して投げたりすると相手のものがあります。西山が課題の先頭バッターを打ち取りました。しかし佐野は打線の流れ、そういったものが非常に強く感じられるというこの野村、高いバウンド、センターの前に抜けるか、抜けた抜けた、ランナー1人生還、そしてセカンドから2者生還、詰め寄られては
そこの気配を感じ取ってますね。ですから僕たちでもそういうこういう回に点を取るんじゃないだろうかという気持ちにさせるようなリズムを広島の攻撃陣は持っているということですよね、はい、それはここで初球を打った、打ち上げました、右中間、ライトの松井が手を挙げている。しかし広島